美術館や近代の史跡が残る風光明媚な岡崎の町。平安時代には六勝寺の大伽藍が立ち並び、白河院が院政を行っていました。そして明治以降には近代化の舞台となりました。岡崎のメインストリート神宮道周辺には、美術館や図書館など文化施設が立ち並びます。岡崎のシンボル、平安神宮。10月には京都三大祭りの一つ、時代祭りが行われます。京都の近代化を飛躍させた琵琶湖疎水にまつわる史跡も残っています。疎水を利用した近代庭園も岡崎の見どころ。京都の文化芸術ゾーン岡崎、ゆったり歩きながらの散策をお楽しみください。